私はクレーマーなのかな。スーパーで夜8時にフルーツの見切り品を買いました。30バー引きと半額のフルーツで、正規価格ではもう売っていませんでした。家に帰って開けたところ、5個入りの柑橘類の1つが潰れてカビが生えてました。フルーツの接触部分で見えなかった。15個入りのイチゴの1つが全体カビに覆われて、周りの当たっていた4つもダメに。判明した時点で閉店時間になっていたので、翌日電話し事情を説明しました。私はカビが生えてるのが混じっていると周りが痛むので、見切り品を売るときはカビの生えたものは取り除いてほしいと伝えました。その時は売り場担当の男性から、交換か返金をいたしますと言われたので一度断ったのですが、見切り品とはいえ食べられないものを売ってしまった場合は対応するとのことで、私は交換をお願いしました。私はダメになった分だけの交換を伝えましたが、男性はパック売りのものなのでパックで交換しますと言ってました。商品を届けると言われたのですが、仕事帰りに通る場所にあるので翌日私から出向きました。出向いた時、電話対応していた男性がいないとかで、代わりに引き継いだおばさんが対応に出ました。しかし開口一番に言われたことが、見切り品っての羽腐ってるのやカビが生えてるのが含まれてるから値引きされてるんですよ。私が言葉を失っていると、だから交換は確実に潰れてたものだけねと。5個入りのフルーツの1個は交換してもらえましたが、いちごはもともとカビ安いからと対応なしでした。電話での対応とあまりにも違って、店頭でクレーマー扱いをされて驚きました。私の見切り品にカビが生えて食べられないものがあったというのはクレーマーなんでしょうか。昔バイトしてた小さなスーパーでは、見切り品に腐ってたりカビてるものがあったら、見切り品であっても対応するように教えられていたので、どちらの考えが一般的なのかわかりません。